モンティパイソン復活ライブは、モンティパイソンが2014年7月にロンドンのザオーニで行った10公演のライブである。別題として、モンティパイソンライブワンダウンファイブ通号も用いられた。このライブは、パイソンズ結成45周年を記念して行われ、お別れショーとして、パイソンズのライブ活動終了がアナウンスされた。最終日である7月20日の公演は日本を、 含め世界中で放映され、後にブルーレイディスクとしてリリースされた。1989年にメンバーの一人、クレアム・チャップマンが死去して、以来、モンティ・パイソンのライブは行われてこなかった。結成30周年記念のライブアット・アスペンでは、トークショーのみが行われ、その後放送された記念番組パイソン・ナイト30イヤーズ・オブ・モンティ・パイソン以来、 存命するメンバー揃っての活動は停止していた。2009年に結成40周年記念で行われたコミックオラトリオノットザメシアのロンドン公演にはメンバーの一人ジョン・クリーズが参加していない。このライブは1980年のライブアットザハリウッド・ボール以来実に34年ぶりのライブとなっている。2012年パイソンズは映画第2作 ホーリー・グレールのプロデューサー、マーク・フォーステーターから、この映画を翻案した続編ミュージカル、スパマロットの著作権をめぐって、訴訟を起こされた。2013年に、メンバーは敗訴し、フォーステーターに対する80万ポンドの支払い義務を、負った。今回の復活ライブは、この賠償金を支払うために企画された。メンバーはすぐに、ライブ制作の指揮を取るのは、 スパマロットの興行を成功させていたアイドルがふさわしいだろうとの見解で一致した。アイドルはライブをパイソンズのよく知られたスケッチで構成するとの青写真を描いた。衣装画への時間を稼ぐためにスケッチ間を短い映像やグループの作った歌でつなぐことも考えた。歌はアーリーン・フィリップスの振り付けでコーラスラインによって演じられた。音楽の編曲、四季は アイドルと長年仕事をしてきたジョン・デュー・プレが担当した。このライブの制作発表記者会見は2013年11月21日に行われた。記者会見の司会はワーウィック・デイビスが務め、記者席には7人目のパイソンことキャロル・クリーブランドも座っていた。この席でチャップマンがアーカイブ映像を使って登場することが発表された。 ライブのチケットは制作発表が行われた翌週に発売されたが、初日公演のチケットはわずか43.5秒で売り切れた。チケットの売り切れを受け、パイソンズ側は追加4公演分のチケットを発売した。最も安い座席の値段は27.5ポンド、最も高値の座席は終演後メンバーと会える特典付きで495ポンドだった。会場は 最大収容人員2万人の王にアリーナだったが、他の旧公演についてもチケットは完売した。ライブを目前にした2014年6月30日には、スティーブン・ホーキングが特別出演することが発表された。またローリング・ストーンズのメンバー、ミック・ジャガーとチャーリー・ワッツによるティーザー映像も配信された。この日メンバーはライブを前に記者会見を行っている。 ライブ当日の会場を移した一枚公演は2014年7月1日から5日までの5日間、15日16日、18日から20日の3日間に分けて行われた。ショーは30分の休憩込みで3時間行われ、いくつかのスケッチは現代の世情に合わせてアップデートされた。会場のオ大ニーアリーナには多くのファンがスケッチの登場人物に奮して来場した。 公式アカウントで公開された動画では、バカ歩きをしたり、スペイン宗教裁判、ガンビー、ヒこりの歌などのキャラクターに扮したファンを見ることができる。スケッチ、恐怖のブラックメールには、脅迫を受ける有名人として、日替わりで十人のコメディアンが登場した。ゲストは一日目から順に、スティーブン・フライ、リーマック、ビル・ベイリー、ノエル・フィールディング、マット・ルーカス、ワーウィック・デイビス、 サイモン・ペグ、デビッド・ウォリアムス、エディ・ザード、マイク・マイヤーズである。マイヤーズの出演はディスクとパイソンズ公式 YouTube アカウントで視聴できる。マ、ま、タイ・ザードはゲスト出演した翌日、20日のブルース・スケッチにも出演した。ロビン・ウィリアムズは最終日のブラック・メールにゲスト出演する予定だったが、アイドルによると彼はひどいうつ病に苦しめられていたようで。 直前になってキャンセルされた。ウィリアムズは同じ年の8月に死去しており、その際アイドルがこのエピソードを明かしている。このライブがディスク化された際には、グループはウィリアムズへ展示を行っている。ライブ最終日の様子は、世界中の映画館に中継され、英国では400カ所以上に中継されたほか、アメリカでは500巻の映画館で上映された。世界中では延べ1500カ所で、 ライブが同時中継されている。英国への放送はゴールド TV が受け負ったほか、ティッシュネットワークの衛星放送ネットを使い、ファゾムイベント配給で世界中の映画館に配信された。ライブの収録監督はオーブリー・パウェルが務めた。日本では2014年8月24日31日に NHKBS プレミアムで全公編に分けて放映された。 この放送は、伊藤聖光、松尾隆宮沢明夫、須田康成のトークが収録された特別版だった。ナレーションはこれまで、Python 作品の日本語吹き替え版において、テリー・ジョーンズの声を担当してきた、飯塚昭蔵が務めた。なおこの公演は後に、ディスクとして発売されているが、この時の収録内容と放送内容は同一では、ない。今回の公演には、 パイソンズのライブに欠かさず出演してきたニー・ルイネスは参加していない。以下はディスクのスリーブに記載された公式表記によった。以下は IMDb の作品ページによった。書質欄の話数指定は空飛ぶモンティ・パイソンの放送話を指す。また演じられたスケッチのタイトルは販売されているディスクのライナーノーツ。 初出時のタイトルは、空飛ぶモンキィパイソンのエピソード一覧によった。スケッチのタイトルに続けて、括弧内に内容を示した。アーカイブとは、空飛ぶモンキィパイソン、空飛ぶモンキィパイソンドイッツ版など、チャップマン存命時のテレビシリーズの映像を指す。ギリアムのアニメーションはすべてアーカイブであった。また、ダンスは、パイソンメンバーではなく、ダンサーが登場したものを示す。 また、キャスト欄の、パイソンズは、パイソンメンバー6人を指す。パイソンズに関しては、おおむね ABC 順に、クレジットした。書質欄では、ライブでの役を書質で、誰が演じたか、順番を対応させて記載した。4人のヨークシャー男、息子の歌に登場したアイドルとギリアムキコリに扮した、ペイリンとガールフレンド役のクリーブランド、このお、チョンチョンを演じるジョーンズとアイドル。 銀河系の歌で手を取り合うアイドルとクリーブランド、死んだオウムを演じるペーリンとクリーズ終演後に取材に応じるパイソンズ。左からペーリン、ギリアム、ジョーンズ、アイドル、クリーズオーニアリーナを連日満員にした一方で、パイソンズは賛否両論の評価を受けた。初日公演に対してはエクスプレス氏が各紙の批評をまとめている。デイリーエクスプレス氏の記者は、 メンバーの追いはさておき、ギリアムのアニメも全く色あせておらず、ライブはコメディ界の歴史に残るものだとした。デイリー・ミラー紙は、目新しいスケッチはなかったもののいずれも粒揃いで、オチを知っているファムも、十分に楽しませただろうと評価した。ガーディアン氏は、メンバーも、金銭問題でライブを開催する羽目になるとは、思わなかっただろうし、スケッチも、やや時代遅れだと辛辣に評した。 一方で、パイソンズに求められているのは、テレビシリーズ時代のようなクラシカルなもので、スケッチ自体を新しく作り変えてしまうことは、求められていないとし、ライブ自体は観客を喜ばせるものだろうとしている。デイリーメール氏の批判的なライブ表を受けて、クリーズとペーリンが演じた、最終日の、死んだオームには、デイリーメール氏と、その編集長、ポールデーカーを茶化す内容が付け加えられた。 各種から受けた批評については、英語版ディスクの予約開始告知動画に一部が掲載されている。ライブへの道のりを特集したドキュメンタリー番組が制作され、The Meaning of Live と名打たれて2014年11月13日にユドブゴールドで放送された。この90分のドキュメンタリー制作には、バフタ賞も獲得したドキュメンタリー監督、ロジャー・グレーフなどが参加した。 このドキュメンタリー中ではメンバーの訴訟金のためにライブが行われたことや全くブランクがなかったように稽古ができたことなどライブの舞台裏が赤裸々に特集されている最終日である2014年7月20日の公演は収録されて世界中で放映されたディスクにはこの最終日の録画映像と特典映像が収録されている英語版のディスクは 同年11月11日に発売された。携帯は DVD とブルーレイの2種類で、さらに60ページのブックレット、DVD、ブルーレイ、2枚組の CD を付けたデラックス版も販売された。日本では翌2015年6月17日にブルーレイ版のみがポニーキャニオンから発売されている。発行元はライブを BS 放送した NHK エンタープライズだった。ディスクには8ページのブックレットが付けられ、Python 研究家として知られる、須田康成宮沢明夫が解説文を寄せている。本編に加え、ライブ制作の舞台裏映像22分が特典映像として収録された。日本独自のパッケージとして、同時期にユニバーサルミュージックから発売されたアルバム、Monty Python s i n g s ライブの公式 T シャツをつけた数量限定セットも販売されている。以下はブックレットによった。採結性制作発表記者会見王にアリーナバックステージ王にアリーナでの10公演のハイライトグリーンスクリーンでの撮影復活ライブで演じられたスケッチは一部がモンティパイソン公式 YouTube アカウントで配信されている。ライブ関連の映像を集めたプレイリストでは 日本版ディスクに収録された特典映像も見ることができる。舞台や装飾の制作シーンやダンサーの練習、音楽の収録など舞台裏映像も含まれる。また、いくつかの人気スケッチも配信されているほか、ドキュメンタリーザ・ミーニング・オブ・ライブのプレイリストも公開されている。銀河系の歌に引き続いて流された映像、ブライアン・コックスー・チューの旅には、 スティーブン・ホーキングが特別出演した。彼はモンティ・パイソンの大ファンでもあり、アイドルが出演を持ちかけたところ1分で快諾したという。ホーキングは自らの使う電子音声を提供し、これを使って映像用の銀河系の歌が収録された。ホーキングが歌う銀河系の歌は配信版とビニールの両方で2015年4月に発売された。 これに先立ち、2015年4月13日には、モンティパイソンの YouTube 公式アカウントで、ミュージックビデオが公開された。この動画では、撮影、収録の様子だけでなく、ライブの準備、ハイライト、さらに過去のアーカイブ映像などが含まれ、クレアムチャップ版も登場している。また、曲のリリースに合わせて特設サイトがオープンし、ホーキングのアイコンを使って、 小惑星を撃ち落とすゲームが公開されている。ライブ活動の終了を発表したパイソンズだが、個々人の活動は継続されているほか、メンバー内の共同制作も続いている。ジョーンズが監督した2015年の映画、ミラクルにいる、では、全員が生揃いして、宇宙人の声を担当している。この作品の下町コメディ映画祭委員台頭出品に際して、 ペイリン出演のオリジナルムービーが上演された。アイドルとクリーズは2016年2月から3月にかけてオーストラリアニュージーランドでライブツアートゥヤザーアゲーンエーティラストフォーザベリーファーストタイムを行い北米ツアーも開催されている。2016年にはギリアムが未完の映画ドンキホーテを殺した男の再撮影に挑むことが発表されドンキホーテ役に ペーリングをキャスティングしたと報じられた。また2016年9月には、ジョーンズが前頭側頭型認知症による原発性進行性失語症に悩まされていることが報じられたが、これに際してアイドルは僕らの間に秘密はないし、彼は王にをよく乗り切ったよ、とコメントして、復活ライブ時にはすでに発症していたことを示唆している。ありがとうございます。